なんかでもそのクリスマスさ、サンタどんな感じのクリスマス過ごしてたみたいのを、うん、僕があのノッキーオンマイハートっていうライブがあって、はい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 、その時ライブ中に話したんですよ。この前ライブ中にオープニングのトークに、うん、クリスマス、子供の時クリスマスどんな感じだったみたいな、子供の頃のクリスマスエピソード。そうで、まさになんかいろいろ、なんか本当に25日の朝に、うん、まあちょっと寝て起きたら、うん、まあ、大体クリスマスプレゼントを置いてあったよ、ね、みたいな感じが、みんなそうだったね、うん、みんな大体そう、うん、ベテじゃないですか、うん、だけど金星の有宗系ではちょっと変わってて、金星の有宗違う、24日の夜に、まあ、みんなで家族団らんで、みんなでまあちょっといろいろチキンとかいろいろ食べながら、ケーキ食べて、ケーキ食べるんだって。そしたらあるタイミングを見計らって、うん、あのお父さんが、うん、トイレ行ってくるわって言って、お、トイレ行くふりして、うん、いきなりサンタの格好で現れるんです。面白い、面白くない、え、何それっつって、うん、で、普通に来て普通に食べ始めるんだって。無理君 あの家ではこういう感じなんだねみたいな、美味しいね、美味しいねってサンタだよって、食べさせてねみたいな、ただもう有宗的にはいや、もう全然お父さんだと思いながらやってて、面白い、もう本当に全然聞いたことないじゃん、それ。そうだね、うん、で、プレゼントも本当にその食卓を囲みながら、うん、プレゼントだよっつって、食事中にあげるんだって、うん、あ、そうなんだ。そうそれはでもなんかサンタからもらってるから強いね、特にね。そうほら、もう直接サンタが来たからね。結構サンタいるじゃんみたいな、ご本人登場はないよね。ご本人登場みたいなパターン、わ、そんなの聞いたことねえよ、聞いたことないわ。で、それってサンタその後どうするのって。そうだよね、ずっと居座るのみたいな、うん、なるじゃん、うん、そしたら、いや、もう本当に同じ手法ですって、うん、サンタもトイレに行くんですって、もうちょっと借ります、ちょっとトイレ借りますねって言って、うん、そこで、うん、あのトイレじゃなくて、うん、一応そのもう一回玄関まで見送るんだって、みんな、サンタさんありがとうみたいな感じ、トイレ行くから帰りますって。そうだから、サンタの格好した親父が普通に外を行って、うん、で、しばらくしたらまた、うん、あの着替えて、うんうん、そまた本当食卓に戻るという流れなの、うん、もうコントだね。いや、本当に。え、誰のサンタさん来たらみたいなこと。そうえ、俺なんかサンタっぽいやつ見たけどなみたいな感じで、トイレではすれ違わないだろ。そう、ね、で、じゃあで着替えはどうするのっつって、うん、言ったら、着替えはあらかじめ玄関の外に置いとくんだよ。あ、でもいいね、それね。そう、でもなんか逆にちょっとそのエピソード聞いたらめちゃくちゃ面白かったんだけど、うん、後々めちゃくちゃいいお父さんじゃんって。いや、ほんとそうよ。